日本とは歴史や政治の問題が常に立ちはだかる韓国。韓国人の中には日本に対して良くない感情を持っている人も少なくありません。しかし日本は気軽な海外旅行先として多くの韓国人が訪れています。日本にやってくる韓国の人たちは日本でどんな体験をし、どんな感情を抱くのでしょうか。今回は日本を訪れトラブルに遭ったある韓国人男性のエピソードをご紹介します。アニメやゲーム好きな人が多く利用する韓国のネット掲示板ルリウェブに日本で財布をなくした話と題するスレッドが投稿されました。記事の内容を寄せられたコメントと合わせてご紹介します。5月2日から5月7日までの日程で日本旅行に行ってきた。持って行ったお金は日本のお金7万円と韓国のお金12万ウォン、約1万2000円。5月3日、品川駅で財布をなくしたことに気づいた。その日俺はカメラバッグに財布を入れて宿を出た。そして東京の街の写真を撮りながら品川駅に向かっていた。最終目的地は羽田空港、ラブライブの聖地巡礼だ。羽田空港に行くには品川駅で乗り換えることになるが、この駅もまたラブライブに登場する聖地なので楽しみにしていた。切符と小銭はポケットに入れていたので財布のことは全く気にしてなかった。写真撮影が一段落つき、カメラバッグを開けるとそこで初めて財布がなくなっていることに気づいた。焦ってカメラバッグの中を引っかき回してみたが、やはり財布は入っていなかった。海外旅行で用心していたので、あらかじめお金の半分は宿に置いていたが、それでもひどく動揺していた。しかしこの時、俺は何を思ったのか、ポケットに入っていた小銭をかき集めて、羽田空港行きの切符を買ったのだ。この時点で残金は50円。俺は財布をなくしつつも、聖地巡礼へと向かった。羽田空港で写真を撮り終え、さて帰ろうと思ったが、残金50円では羽田空港から出ることさえできなかった。わら。そこで、空港の紛失物センターに行き、財布をなくしたことを説明したが、そこにはなかった。交番の電話番号を教えてくれたので、すぐに電話をかけ、俺が行った駅の名前や財布の特徴、中身などを警察に伝えた。しかし、そこにも俺の財布はなかった。JR にも連絡してみたが、やはりない。絶望的な状況だった。最後の手段として、俺は日本の知人に助けを求めることにした。しかし、いつも親しくしている知人は、仕事中で連絡がつかなかった。窮地に立たされた俺は、普段日本人たちとやり取りするツイッターに助けを求めた。俺、財布落ちたそう。今は羽田空港。知人、お金なんともならなそう。俺、はい。知人、行こうか。2時間くらいかかるけど待っててもらえるなら。俺、迷惑になるから。知人、大丈夫よ、待てるかしら。あとどこら辺で落としたかとかわかる。羽田までは2時間もかかるというのに知人は来てくれるという。俺は待つことにした。その間もどういうわけか聖地巡礼はきっちりこなしていた。2時間後、少々手こずったが、なんとか国際線ターミナルのバス乗り場で知人と落ち合うことができた。そして、東京モノレールに乗せてもらい、宿がある新大久保までたどり着くことができた。
宿に戻り、財布を探してみたが、そこにも財布はなかった。カメラバッグからカメラを取り出すときに落としたようだ。知人と一緒に昼食をとった後、一緒に交番に行き、紛失届を出した。日本の住所を聞かれたが、知人が代わりに書いてくれた。その後、二人で秋葉原に行くことになった。秋葉原に向かう途中の電車の中で、知人が突然俺の胸ポケットに5000円を入れてくれた。俺は遠慮して断ったが、せっかく遠くまで旅行に来たのだから楽しんでいくべきだと言って、知人はお金を俺の手に押し付けた。本当に感謝以外の言葉が見つからなかった。すごく感動した。そして一緒に秋葉原でショッピングを楽しんだ。知人はさっき5000円くれたのに、さらにお金を貸してくれるという。以前から面識のあった人とはいえ、オフ会で2、3回会った程度の外国人。そんな俺に、気軽に1万2000円を貸してくれたのだ。最初は断ったが、後で韓国で購買代行をしてほしいと言われたので、その気持ちに甘えた。7日間の日本旅行が終わった。結局、財布は見つからないまま韓国に帰国した。それから1週間後。なんと、俺の財布が見つかったと、知人から連絡が来たのだ。仕事中だった俺は、叫びたい気持ちを必死に抑えた。本人以外の人が財布を受け取るためには、委任状が必要ということだったので、日本の警察のホームページから書類をダウンロードして記入し、ハンコを押して、プレゼントとともに知人に送った。知人は、警察で財布を受け取った後、俺に連絡をくれた。たった今お財布を受け取りました。カード多数と、お金は2万6000円入っていました。送りますので、住所と名前を教えてください。俺は、お礼を言って、住所と名前を伝えた。そして、待つこと3日、国際郵便が届いた。段ボールを開けてみると、中には財布だけでなく、日本のお菓子やら何やらたくさん入っていた。びっくりした。不思議なことに、2万6000円入っていると言っていたのに、なぜか3万1000円入っていた。まさか、また知人が入れてくれたのだろうか。とにかく、20日ぶりに財布は戻ってきた。正直、中のお金は半ば諦めていた。日本だから多少は期待はあったが、まさか中身がそのままで帰ってくるとは。韓国だったら、財布が戻ってくるだけでも万々歳だというのに。財布を探すのを手伝ってくれた知人には、感謝してもしきれない。近いうちに、もっとお礼をしなければならない。今回のことで、日本は嫌おうとしても嫌いになれない国となった。思い出もたくさんできた。助けてくれた知人には、本当に感謝したい。それでは、この記事を読んだ韓国の人たちのコメントをご紹介します。ああ、感動の日本旅行。こうした経験をすると、先進国はやはり違うなと思う。俺も日本で暮らしていた時、当時出たばかりの iPhone を地下鉄に忘れたことがあった。何日か待ったけど見つからなかった。仕方なく新しい携帯を購入したが、その1週間後に交番から見つかったという連絡を受けた。新しい携帯代は無駄になってしまったけど、気持ちは本当に晴れやかだったよ。お金が全部入っていたなんて、心温まる話だ。韓国で財布をなくせば、戻ってくることはない。
俺は今日本で暮らしていて、財布を2回なくしたが、2回ともそのまま何もなくなることなく帰ってきた。わら。見つかってよかった。感動した。これだから日本は先進国なんだよ。7年間日本で暮らしたけど、本当に素晴らしい国だと思うよ。俺、容量が悪いから、日本に来て10年の間に財布を5回もなくした。でも全部帰ってきたよ。お金もそのまま入っていた。これが先進国クラスか。関西を旅していた時、一緒に行った友達が財布を落としてしまったことがある。駅のインフォメーションセンターで、拙い日本語と英語で、身振り手振りも交えながら事情を説明したら、スタッフの人が1時間くらいかけて、いろいろな駅に電話をしてくれた。そして、乗り換えた駅で財布が見つかったと連絡を受け、すぐに取りに行ったんだけど、なんと財布の中身が全部そのままだった。正直あまり期待していなかったから、すごく驚いたのを覚えている。一体どんな方が拾ってくれたのか。財布を受け取った後、対応してくれたセンターに戻って、改めてスタッフの人に感謝の気持ちを伝えた。日本はやっぱり先進国なんだと思ったよ。財布を探すのを手伝ってくれた日本人は、本当に親切な人だな。ちゃんとお礼をしなよ。財布をなくした時は、本当に気がめいるよ。何度かなくしたことがあるけど、戻ってきたことは一度もない。お金は諦めるけど、身分証明書やカードの再発行が本当に面倒なんだ。ポストにでも入れてくれたらいいのに。俺も日本にワーキングホリデーで行った時、全財産とカードが入った財布をなくしたことがあった。自転車に乗っている時に落としたらしく、通ったルートを何度もくまなく探したんだけど、結局見つからなかった。仕方なく交番に紛失届を出して、見つかるのを待った。その時は、このまま異国の地で朽ち果てるのかと落胆した。それから一週間後、財布が見つかったという手紙が届いた時は、天から降り注ぐ光が見えるほど嬉しかった。財布の中身は全部入っていた。もしこの時、財布が見つかっていなかったら、俺は韓国に戻っていただろう。この一件で、日本が先進国であることを強く感じたよ。なくした財布が見つかるって、それって天国の話かな？最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。高評価ボタンをポチッと押してくれたら、とっても嬉しいです。また、何か感想などありましたら、お気軽にコメントをお願いします。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。